はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ちょっとね、今日は緊急で動画を回してるんですけど、先週も緊急って言ってた気がするけど、トリアンさんの松本街道店が閉店してしまったということでね、ニュースが出てましたのでね、ちょっとそっちの方をね、掘り口上げていこうと思います。トリアンさんね、実はね、今週ね、うちのところ、動画としては、唐揚げ弁当ワングランプリっていうね、やつをちょっと新シリーズをね、立ち上げようと思ってね、唐揚げ弁当、あ、そうや、そこ持ってるよなぁと思ってね、とかって思ってたらですね、まあ私も現地行ってみたら、あれ閉まってるやんってなって、っていうことはあったんですよ。で、あれと思っとったら、ちょうど、ニュースが、ピュッと入ってきまして、号外ネットさんっていうね、まあ地域情報をいろいろと全国の地域情報をそれぞれ、サイトを開けてね、見てますよっていうところがあるんですけど、そこの四日市番、号外ネット四日市番っていうところで、実はもう記事が、ちょうど出てたので、ちょっとそちらを紹介しながらね、なんでね、その、潰れてしまったのかなとかね、そんなあたりのところ。結構これね、どっちかというと地域情報というよりも、これから飲食店、四日市で飲食店を始めるよっていう人には、多少有効な情報も出せるんじゃないかなということ。一応飲食絡みの仕事をやってましたからね、まあ、その兼ね合いで食品衛生とか、持ってますから。っていうところがあったりするんで、まあ、普通の人よりはちょっと事情詳しいかなと思うので、そのあたりをね、ちょっと、説明していきたいなと思っております。では早速見ていきましょう。といっても、今回も多分 BGM 何も入れてないと思います。緊急で、そのまま、撮って出してますんでね。で、さあ、ということでね、こういう記事が出てます。またリンク、貼っときますので、そちらの方から、本記事の方を見ていただきたいなと思います。号外ネット様です。四日市市、大分唐揚げ専門店、トリアン四日市店、松本街道店が3月末で閉店していました。ということですね。大分唐揚げ専門店、トリアンさん、四日市店、松本街道店が、3月31日、をもって閉店と、インスタグラムでお知らせがありましたということですね。急ではありますが、諸事情により3月31日までというふうに、貼り紙が出てまして、私もこれ、松本街道店の方行ってみたんですけど、残念ながら、もう閉まった後になってました。そう、両方とも同時オープンだったかな、これ、そう、確かね。うん、で、いうことで、で、四日市店さん、まあ、結局行けずしまいか。松本街道店の方はね、何回か行ってたことあるんですけど、実はちょっとなくなっちゃいましたということでございます。で、あとね、品長海洋店の、引き続き営業いたしますので、ぜひご利用お願いいたしますということでございます。ポイントカードにつきましては、トリアン品長海洋店、小福亭、近鉄四日市店で引き続きご利用可能ですので、よろしくお願いいたしますということでね。これね、ちょっと後で説明します。実はね、トリアンさんってその、もう、3分の2いなくなってしまって、ほぼほぼ、あれやないのっていうところがありますけど、実はね、ちょっとソリアンさんって、バックヤードはちゃんとしたところがありますので、ちょっとそのあたりとかもね、知ってる範囲でね、話をできてればと思います。ということで、急な話になりまして、申し訳ないですが、まあ、書いてある、あれですね、文章ですね。で、もともと赤堀新町にあったトリアン四日市店が、2020年7月に移転のため閉店し、宇野森にトリアン四日市店が、2020年、10月14日、松本街道沿いにトリアン松本街道店が、2020年9月16日、そうか、1ヶ月違いだったか、でね、オープンしましたということで。そうでしたね。もともとはね、松本街道沿いじゃない、赤堀新町ってなってますけど、これ、堀木通りのところですね。今、ドミノピザとかが、ちょっと、もう地域向けの番組なんで一応、もう、ある程度地域のこと知ってる前提で話しますけどね。四日市のドミノピザとか、ある、あっちの方ですね。あの向かうぐらいかな。あそこら辺が赤堀新町で、あそこら辺の並びのところに、あったんですよね。もともと、そこもちっちゃい店舗だったんですけどね。うん。あって。まあ、そこは繁盛しておって、あそこの店舗の時はもうめちゃくちゃ行ってましたね。うん。多分ね、その子の店舗の時は一番行ってたかもしれない。っていうところなんですけど、多分ね、そのあたりがどうして行かなくなったのかっていうところら辺も、多少その、今回の閉店にも影響あると思うんで、そのあたりもちょっと話をしていこうと思います。オープンしたんですけど、残念ながら2年弱で、なくなっちゃいましたと。トリアン四日市店は、私も何度か利用させていただきまして、閉店しまい残念ですということで、閉店後の、四日市店、これは、宇野森の方ですよね。
あれ、うどん森だよな。どこでなってる？そうですね、うどん森ですね。うどん森の、あそこ1丁目、2丁目、2丁目かな。鳥屋さんがあるのは2丁目かな。ん ?1 丁目か。ギリギリ1丁目か。うん、ね、あ、あたりですね。そうそうそう。んどっちだ ?1 丁目か。あの通りのこっち側だから、そうだね、1丁目だよね。っていうところだったんですけど。まあ、いや。で、まともと街道の方もなくなってしまいましたということでございます。ということでございますね。で、インスタグラムの張り紙もあるより、ひながら通う店は引き継ぎ営業を続けるということですので、まあ、それのね、どうなんだったのか気になるという方はね、ひながかよの方行ってもらった方がいいと思います。というかね、多分ね、利用客数は圧倒的にひながかよの方がね、多かったのかもしれませんけどね。まあ、なのでこっちは残るということになると思うんですけど、っていうあたりが値しますということでございます。で、トリアンさんについては、よいしょ、トリアンさんのホームページもまた別途ちょっと載せておこうかな。よいしょ。実はね、トリアンさん自体はあちこち全国展開になっていると思います。要は FC で、広めてる、ところで、三重県のあたりで展開しているのは、実はその鳥屋さんと、フランチャイズ契約を結んでた、地元のね、フランチャイズ店の会社さんがやってましたということなんですよ。ですのでね、実はその四日市だともうその、2店舗なくなってしまってっていうところなんですけど、四日市店とね、なくなってしまったんで、こっちのね、日永火曜店だけになってしまいましたけど、鈴鹿でやってんのは一緒のところかな。うん。多分ここが、一緒のフランチャイズの人がやってると思うんですけど、他にもね、わーってやってるところと、実は会社は分かれてると、まあまあまあ、飲食店でもよくあるフランチャイズ系ですよね。いわゆる FC 店ってやってですね、フランチャイズ、正式名称はフランチャイズチェーン、フランチャイズチェーンマーケット。フランチャイズチェーンでいいのかな。ということでございます。いわゆる、看板を同じにして、まあ、コンビニなんかは有名ですけど、看板を一緒のね、ブランドのやつにして、仕入れとかそういったね、やつを共通化、することによって、その、スケールメリットを図りつつ、マススケールマーケットって言うんですけど、っていうのを行っていこうっていう感じですね。いや、それぞれが、それぞれの看板だけやってると、それぞれでね、仕入れルートを確保してとかっていうふうにやらないといけないし、大変なんで。まあ、簡単に言うと、VTuber で言うとこの企業税です。うん。まあ、VTuber で言うとこの企業税ですね。それが、いや、自分たちで全部作り上げて、そういうノウハウとかね、作って、自分たちでやるんだっていうのが個人、VTuber で言うとこの個人税だと思ってください。まあ、YouTuber でもいいんですけど、うん。まあ、近いです。VTuber も基本的には個人事業主に、の、携帯を取ってるところがあるんで、どっかは社員契約にしてあるところもなんかあるらしいんですけどね。あくまでもその、正社員として雇ってっていうような形を取ってるっていうところもあるらしいですし、まあ、裏方さんとかになってくるとね、まあ、基本的には、社員契約とか、まあ、まさきは、まあ、派遣契約とかでやってるところも多いらしいですけどね、っていうような感じらしいんですけどね、っていうところだったりするらしいですぞ、っていうことなんですけど、今回の場合は、トリアンさんのやつってことなんで、こういう感じで出てるんですけど、まあ、その中のその、三重県の方で、ね、展開している、ところがあるんですよ。で、情報出てます。まあ、地域情報、うちよりも、よっぽど、まともにちゃんと配信やってますのでね、ぜひ、号外ネットさん見ていただいたら、うちのチャンネルなんて、特にこの日本粒に関してはね、うちのところ見る必要ない。ここと、ベースメンさんと、おっちゃんぐるさんね、見ておけば、まあ、正直、うちのようなんて、こと足りますから、なんだ情報早いですね、っていう感じがしますんでね、なんならそっちの方がねちゃんと知りたい人はねそっちの方押さえといてもらった方がいいかなとも思うんですけど、まあですね、うちのところはちょっとね不足した情報とかもねいろいろとね、つけていきたいと思いますっていうところで、まあこのね閉店を見ていくにあたって、
重要なポイントがあるのかなというところで、まあ、今回その四日市店さんというよりは松本街道店さんの方のが、事情が詳しく話せるかなと思ったんで、パッと資料を作ってみました。パッとって言っても、もう本当に簡単なんですけどね。じゃあ、ということで、この松本街道店さんのね、店ポイントを見ながら、一緒にね、その、そっちの方の、四日市店さんの方のコメントも見ていきたいなと思います。で、場所をね、ちょっとおさらいしておきましょうか。さあ、ではね、場所をちょっとおさらいしておきましょう。まず、鳥屋松本街道店さんですね。近鉄四日市駅はこの辺りにあって、そこからずーっと行った松本街道というのがここの通りのことを言います。で、もともとあったのはこの西浦通りの、こっちは違う、ホルキニですね。こっちですね、西浦通りの、このドミノピザがここら辺にあるんですけど、ドミノピザがあって、この辺りでしたよね、確か、ありました。もともとね、この辺りに。こっちだったっけな、こっちの筋だったっけ、確かこっちの6の筋だったと思う。ここら辺が、いわゆる、赤堀新町って呼ばれるところなんですよね。で、この辺りにあって、で、ここの時に結構ね、繁盛しておってっていうところだったんですよ。で、キャパの問題でね、結構繁盛しておったんで、キャパの問題もあって、ここから2店舗に分散する形でね、北側、こっちの宇野森側のところと、こっちに、その松本街道のお店を作りましたよという形になっております。で、こっちの方の、まず松本街道店の場所から見るとこんな感じと、いうことで、伊勢松本駅がここら辺にあって、松本駅ですね、米山線のところです。で、ここに松本通りっていう、まあ、メインになっているストーリートがあって、そこの前のところにありました。写真だと残ってるんじゃないかな。ちなみにここの前なんですけど、まあ、あれですね、まあ、一応片付かないといけないよね。こう映すとね。ま、ルキシー、ちょうど、私が、何年前 ?3 年前かな、に、クリスマスイブに、事故ったところですね。の真ん前なんで、正直あんまり、いい思い出というか、悪い思い出しかない場所なんですけど、ちょうどここの、横のところに、この、トリアンさんがありますと、いうことでございます。ここにあったんですよね。こんな感じでありました。で、こんな感じで2車線のところなんですけど、ここね、車の通りが非常に多くて、商業店もいろいろと立地が立ってますよっていうところではあるんです。ですのでね、まあ、立地としてそんな悪い場所ではないよねっていうふうに見えるところなんですよね。で、もう一つ、四日市店さんは、もっとこっち、近鉄四日市店より、もともとこの辺りにあった店舗から、もうちょっとこっちの近鉄四日市におったところの、ウノモリックスがあって、五石ハイツ、この辺りだったよな。ここですね、おー、ビンコ。ここにありました。ですから、どっちかというと駅近くのところだったんですよね、ここのところは。この辺りとかからずっと行くと、もうこっちの方にウノモリ公園とかがあって、この奥に、近鉄四日市の、お店がありますよっていう、感じでしたね。あ、これなんかオープンってなってるけど、もう閉まっちゃってるはずなんですけどね。あら、情報がちょっと古いかな。うん。もう閉店してしまってるはずです。ですね。こっちはちょっとすいません。芸人取れてないんでね。はずですっていう言い方に留めておきますね。これは、ここなんかにもあったりするんですけど、実はここの、話をするときに、非常に重要になってくるのが、実はここに、実はヒントが隠されてたりします。ここ。地元の人ならここで、あれもう、知ってる人なら知ってるけど、まあ、そもそも知らない人は知らないと思うし、ピンとくるかどうかは怪しいところなんですけど、一応ここをヒントに1にしときましょう。で、いう感じで話を進めていきたいと思います。まあ、こういう感じで別に立地が悪いわけじゃなかったよというところが、まあ、ポイントになってくるかなというところですね。で、いう中から見ていくと何が大事になってくるかというと、松本街道店閉店のポイントとして、まず挙げるのが駐車場数ですね。言いにくい駐車場数、でございます。何かというと、いわゆる
車の止める、スペースですね、まあ、調査の周りの駐車場だかつ、これがね、単純に少なかった。松本街道店は、これ、ね、実は1個しかなかったんですよ。あれ、並びでずらーって並んでるんですけど、あそこ、4店舗ぐらいいろんな店舗が入ってて、なんですけど、共同駐車場で全部がみんなが使えるよっていうんじゃなくて、それぞれに区切りが咲いてるっていうパターンのところなんですよね。で、鳥屋さんの、その持ってるスペースが実は1台分しかなかったんですよね。真ん前の一番端っこのところの1台分しかなくて、他のところは、他のね、テナント様の駐車場となるのは止めれませんっていうふうになってたんですよ。で、ですので、駐車場数があまりにも少なかった。で、ここは基本的に駅前ね、松本駅のね、近くとはいえ、正直、そんなに歩き動線での需要が見込めるところじゃないんですよ。で、こっちの方が多少が歩き動線はあるっていうところなんですけど、もう、がぜん、車社会のところなんで、ここもね、結構何回もね、お店が変わるところではあるんですよね。で、やっとソリアンさんで落ち着くかなと思ったんですけど、やっぱし、ちょっと今回もダメでっていうところだったんですね。で、ここも、駐車場数が1、2、3、4台しかなくて、で、結構ね、ここ、トリアンさんになる前に何回かちょっと駐車、することが、あったんですけど、どっちかというと仕事の兼ね合いでだったんですけどね。うん、で、結構納品とかの兼ね合いでちょっとこっちの方寄ったりとかしとったことがあって、なんですけど、まあ、ですので、ここの駐車場自体はわかるんですよ。ここの、トリアンさんになってから実はちょっと来てなかったんですけど、で、ね、何かというと、ここ、行った方ならわかると思うんですけど、むちゃくちゃ駐車場の出入りしにくいんですよ。見ての通り、展開できるスペースがほとんどないんですよね。で、ここの前の道がバンバカバンバカこれ車走ってくるところなんで、ちょっとゆっくりね、ここで車止めてグイーって下げようと思ったら、もう後ろから車使えてくるっていうね、ところだったりしますんで、なかなかね、一回中に入れて、だと、これちょっとグイって戻してね、バックで入れるなかなか難しいところでね。うん。っていう感じで、ちょっと駐車場狭いで、前付けで入れると今度バックで出すときに、ここ自転車もバッバカバ、すごい通るところなんで、すごくね、出るとき、前から普通にスッて出すだけでもね、ちょっとね、怖いなっていうぐらい来るところなんで、っていうところがあって、で、しかもここね、右折がね、この先の駐車信号がね、ある兼ね合いでね、めちゃくちゃ入りにくいというところがあったりする、ところだったりする。っていうのがあります。まあ、左折はあそこで信号が赤になった時にスッと入ってやすいんですよね。とかっていうのがあったりするようなところなんですよ。っていうのがね、ちょっとね、なかなかちょっとネックだったなっていうところがあったりするのかなっていうところです。ここは4台あるけど、そう。で、松本街道の方は、今とこも、チェック入れとけばいいのか。で、もう一箇所が、よっこいしょ、松本ライダー駅があって、ここでしたね。よいしょ。鳥屋さんってことで、ここもちょっとチェック入れときます。で、もうこっちの方が駐車場を見てみると、よっこいしょ。こんな感じでね、スラッと並びであるんですけど、実はこのね、ちょっと今、K が入ってます。ここで、布が見やすいかな。ここの、ここオンリーだったんですよ。ここがギリギリ駐車場としては、止めれないぐらいの幅しかないんですよ。と、で、ここが1台分だけ確保してあるっていう状態で、横のところがもう別のテナントさんの駐車場になっちゃうっていう形だったんで、この、黄色い線で区切ってあるのがあれなんですよね。それぞれで、ですから、全体で共有で使いますよっていうところも結構あるんですけど、ここの場合はもう完全にセパレートっていう形を取ってるんで、で、ここだけ1台しかない。実質もう1台。まあ一応、ギリギリ系だったら止めるかなってところなんですけど、本当に、狭いところなんで、基本的にはもう1台しかないっていう状態。で、まあこれだけで、ざっと見て、ここのね、車の並び見てもわかりますけど、ザ・車社会なところでございますので、正直、ここで、1台分っていうのを駐車場しかなかったのは、かなりきつかったんじゃないかな、という見方です。うん。それが、まあ、一つ、ちょっと要因としてあるんじゃないかなと思います。
ということで、駐車場数がまずちょっと圧倒的にちょっと不足していた。これはちょっと致命的なレベルだったんじゃないかなと思います。前のその赤堀新町の時は、赤堀新町の時は駐車場は8台ぐらいあったかな。そこの、隣のところがちょうど空き地になっておって、ちょうど、未舗装のね、砂利敷きだったんですけど、石敷きのね、駐車場スペースがあったんで、ね、そこのところに止めれるスペースが確か7、8台ぐらいあったよね。っていうことなんで、駐車スペースはね、結構ちゃんとあったっていうのが結構差になっちゃったのかなということです。私も何度か結構ね、寄ろうと思ってたんですけど、もう駐車場が埋まってて、無理だっていうことも、もう多々ありましたんで、ほぼほぼそれでしたね。で、たまたま空いてる時によっしゃ、今日は止めれるなって言って、買いに行った、しとったことがあったんで、結構それは大きかったんじゃないかなと思います。うん。で、二つ目が、これがちょっと専門的な話になるんですけど、動線の話をしたいと思います。動線って何かというと、メインとして人が動く線ですね。どういうふうに人が動くのかっていうところの話になってきます。これは、博物館とか、学芸員、博物館学芸員とかの時とかにも話が出てくるところなんですけど、外食の場合は、動線って言って、どうやって動いて見てもらうと美術品がね、楽しむ方、例えば歴史を辿っていくってなると、一番最初のところから入っていってね、で、そこからずっと時系列通って、見ていって、あ、こういう風にして、この美術っていうのはね、進化してきたんだな、この人間の文化っていうのは進化してきたんだなっていうのが分かるように作るとかっていうのに、時に、どうやってそのね、いう風に出していくのか、まあ、よくね、動線、こちらっていうふうに、順序こちらとかって書いてあるところもあったりしますけど、スマートにやってるところはね、書かなくても自然にやっぱスーって見られて見ていくと、ちゃんとそういうふうに見れるような、形に作ってあったりすると、あ、強いなとかっていうのがあったりするんですけど、消えたね。あ、戻った。OK。うん。っていうのがあったりしますけどね。大丈夫。音は飛んでなかった。大丈夫。よし。うん。いいね。よし。っていう感じでございます。で、そういうところに行くと、こういった、外食店の時に見るときには、じゃあ時系列で見てもらうという一方通行の動線っていうよりは、人の動きがどういう動きをするのかっていうところで、捉えるときに、まあ、いわゆる社会人の人、サラリーマンの人とかが、どういう動きをするのかなっていうのが重要になってきます。これが飲食店、とか、コンビニでもそうなんです。コンビニ、外食店は、おおむね、これの影響を受けると言われてます。で、それが行き動線と帰り動線と呼ばれるものです。で、一昔前はね、4車線とかよっぽど広い道のところで、そういった幹線、大幹線道路とかでないと、影響ないんじゃないかな、みたいな話もあった。みたいなんですけど、今はどっちかというと2車線、さっきみたいような2車線のようなところの十分影響あるんじゃないという見方になってるし、まあ実際、そういう風になってるんですよね。で、行き動線と帰り動線っていうのを考えたときに、重要になってくるのがさっきの地図になってくるんですよ。で、先に飲食店これから始めたいなっていう人に、に話をしておくと、これはもう、四日市だけじゃないんですけど、全体的に言えることで、行き動線と帰り動線、どっちの方にお店を作るのがいいかって言われると、圧倒的に帰り動線作った方がいいと、いうふうになっております。これは外食、特に外食店、影響系の外食店と、コンビニエンスストアですね、CVS は、特にその影響が強いと言われていて、スーパーマーケットとかになってくるとそこまで影響がね、まあ、ガツンと駐車場を広く取りますんでね、とはいえ、帰り道線の方のが繁盛しやすいよっていう、傾向はあるみたいなんですけど、うん、行き道線にあるところの方が、ちょっと苦戦をする、っていう傾向があります。で、見ていくと、こっちの方も、まあ確かにその傾向があるんですよね。じゃあね、四日市の動線はどういう風になってるのかっていうと、四日市は、比較的わかりやすいです。で、こういう時どういう方に見るかというと、市街地がどの方面にあるのか。で、主だった工場とかね、いわゆる、
働き先になるところ、いわゆる商業施設と工業施設ですね。が、どこにあるのかというと、四日市はもうわかりやすく、商業施設がこの近鉄四日市の、どこだ、近鉄四日市の駅前に商業施設が主に集まっております。三重県屈指の繁華街になっております。で、オフィス街がこの辺りにあります。で、観光庁舎がこの辺りにあって、でっかい工場たちがこっち側にあります。まあ、ここだったり、ここだったり、こっちの方だったりに、まあ、あるんですけど、基本的に、コンビナートですね。まあまあ、ここにもでかいのがあって、ここもでかい工場になってます。工場部になってますし、こっちの方もね、塩浜のコンビナート、昭和石油さんとかいろいろあったりとかしますし、三菱系とかもあったりして、何百人ってね、ここの辺りは住友電装が、さんとかがあって、もう何百人と働いてるよと、いうわけでございますよね。ってなってくると、圧倒的に四日市って、こっち側に一辺倒に、行き道線が寄ってくるんです。で、住宅街とかをこっちの山側に作るっていう傾向があって、この辺りに川島団地があり、三重団地がこっちの方、どこだったっけ、これ、たるさか公園だから、こっちはたるさかの方の、いろいろ、みゆきが丘とか、あっちの方の、やつですね。で、三重団地とかもあったりとかって、この細かい道が、蜂の巣状になっているのは大体そうですよね。で、山、住宅街の開発されているところなんで、で見てみると、山側に住宅街の開発したところ、これ桜の団地ですよね。大花台とか、あっちの方とかがあったりとかする。こっち川島の団地。これが、三重団地。これ三重団地のあたりかな。っていう風になってたり、あとは笹川団地は、こっちの、ここのあたりか。このあたりが笹川団地。っていう風な、見方ができる。もう圧倒的に、とにかく、朝、山側から人々が出勤して海側に行き、海側から人々が川、山側に行くっていう風になります。で、この場合の山側から海側に行く、これが行き動線になります。で、帰りはね、こっちの、四日市側の方から、反対側の方に行くところが、帰り動線っていう風になります。まあ私ね、ちょっと小物とか稲部の方で仕事しているんで、実は逆側で走ってるんで、私は単純に行き動線、帰り動線は逆になるんですけど、うん。基本的には圧倒的にこういう流れの人が多い。いやいや、霞で挟めてるよっていう人とかでも、まあ、こっちから行くんだったらこう行かないといけない。どっちにしろ行き動線はこっちの、こう行くのが行き動線になりますよね。で、帰り動線が圧倒的にこっち側に行く動線になるんで、もう道の混み方から如実に出ます、四日市の場合は。鈴鹿とかは、ちょっとね、分散してるんですよね。そう。鈴鹿とかは、もともと商業施設がね、あるところがこっちの市役所、役所がこっち側、商業施設でかいのがあるのがイオンモールとか含めてこっち側、で、観光施設がこっち側でしょ。で、工場も、はこっちと、AGF とかメインになってるところとかっていう風にして、ちょっと分散してるんですよね。スって。で、住宅街が、でもまあ多少ちょっと北側に寄ってるから、でも白子の団地とか南側にもあるんで、結構全体的にファー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 動く。まあ全体的に言うとこっちの方にスーッと集まって、サーキットやイオンモールのこっちの方に行き動線が集まっ、の上があって、下動線がこっちの方に流れていくっていうところなんですけど、とはいえ観光庁はこっち側にあるんで、海側から山々側に流れていくっていう中でも、まあまあ、それなりにあるよっていうところなんで、なのでここの、鈴鹿の中央通りは実は、外食店銀座と呼ばれてるぐらい、とにかく外食店が出しやすくて流行りやすいっていうふうに言われていて、三重県初出店の店がやたらここに多いのもそれが原因と言われてます。基本的にやっぱコンサルとかやる人だったら、まずは鈴鹿がおすすめ。近く、この後のにもちらっと話しますけど、テナント料も四日市より安くて、動線的にも、その、行き動線、帰り動線が安定してるんで、結構どこに出しても、ちゃんと集客さえできれば、その代わりちょっと
競争は激しいんですけど、人口に対してあまりにもこれ外食店が多いところにはなってるんですけど、繁盛してるのは、そういうところがあったりするらしいです。はい、お客さん掴みやすいとかっていうのがあったりするっていうのがあるので、ここが実は、銀座通りになってたり、あとはまあ、全国的にこれから展開したいよっていうぐらいのところだから、東京に1店舗目出して2店舗目鈴鹿っていうところも結構少なくないんですよ。納豆サンドのお店とか確かそうですよね。とかがあったりするのは、鈴鹿サーキットがある金屋でね、世界中のに人が集まる、全国から人が集まる、ことがあるんで、じゃあここで飯を食べようってなった時とかに、意外とこっちの方とか人が流れるんで、あ、こういうお店あるんだっていうような認知機会を取れるっていうんで、実は鈴鹿は非常に外食店的には、むちゃくちゃ条件のいいところなんでしょう。かといって四日市ほどそんなに高くもない、近くも高くない。通よりもなんなら安い。かつ、初出店でポンと出して大ヒットすると、通や四日市の人たちが、なんか鈴鹿のところにうまい店ができたらしいでってやってくる。その集客の入り具合を見て、今後の展開が、これ三重県だけじゃなくて全国的な展開でどれぐらい人が入るかなっていう試算を取るのにめちゃくちゃ鈴鹿市って有効らしいです。うちのブランド、これぐらい競争力あるなっていうのを測るときに、鈴鹿がめちゃくちゃ指標として測りやすいっていうのは聞いたことあります。コンサルとかやってる人とか、だから聞いたことあります。ですのでね、逆に言うと四日市は、土地は高い、人口が多い分、土地が高いんですけど、それに見合ったなかなか集客を、確保するのが実は難しいと言われてます。中でも、そのあたりで行くと、その、行き動線、帰り動線、で、先に行き動線、帰り動線の話をしないといけないが、行き動線、帰り動線の話で行くと、実は、で行くと、この地図で行くと、じゃあ、その、どっちが行き動線になるのかというと、このダイソーとかある方ですね。ダイソーとか、この鈴の連鎖とかある、こっちが行き動線になって、まともと帰るだと、こっち側、反対側の方が、帰り動線になります。で、ですので、こっち側も、まあ、ここはそこまで、行き動線、帰り動線の影響少なそうなんですけど、さっきも言ったように、ちょっと右折はしにくいところっていうのを考慮すると、行き動線、帰り動線が生まれるんで、圧倒的に、こっち側にオフィス街があって、こっち側に人が帰ってくよっていう、左側の方にね、山側の方に帰ってくっていう形になります。ので、こっちの行き動線のお店っていうのは、どうしても難しいっていうのは、行きって朝の7時とか8時じゃないですか。そうするとね、なかなかね、その朝の忙しい時にね、ちょっと寄りにくいし、まあそもそも入ってないじゃないですか、朝の7時とかだと。で、夕方5時とかに帰ってくお客さんが騒ぎとになったりすると、なってくると、夕方5時とかに帰ってくときにこっち側に行くと、こっちがもう道も渋滞してるよとかってなってるとね、渋滞してるとこ入ってるのまで渋滞してる道にこう、またもう入ってくるのとかめんどくさいじゃないですか。ですので、こっち側の反対側の方の行き動線の側に立ってる店っていうのはめちゃくちゃ入りにくくて、人が入りにくいってなってしまうと、いうので、なかなか流行らないよっていうふうになってると言われるんですね。で、典型的なのがコンビニエンスストアは、コンビニのところ見たらわかりやすいかなと思うんですけど、このあたりとかで、サーチしてみる？パッと見てみると、わかりますかね？ここはちょっと例外、ここのセブンイレブン例外だったりするんですけど、ここのセブンイレブン、いや、こっち側に例えやってるんですけど、こっちがメインの通りなんで、こっちが帰り動線なんで、ここは帰り動線なんですよね。で、ここの白北町のところも、ザ・帰り動線のところにあるんですよ。このセブンイレブンも、こっち側に立ってるんで、帰り動線にある。ここの中側のところとかになってくると、ちょっとまたちょっと複雑になってくるんですけど、こっちから抜けてくる人、こっちが、まあ、でもこっち、ここはちょっと逆になるのかな、っていうぐらいかな。で、あとは、ここのファミリーマートね、塩西のファミリーマートも、こっち側にあるんですよね。帰り動線の方にあるんですよ。で、あとは、こっち側でしょ。ここの、時は一丁目の店ぐらいかな、こっち側にあるの。で、まともと街道のとこだと、もう次は、このあたりだと、ここにファミリーマートがあるね、青葉台。ここも、帰り動線側の方にある。で、あとはここにあるか。
セブンイレブンがあるんですけど、ここはこっち側なんですけど、実は駐車場こっち側も繋がってまして、ここハイブリッドなんですよ。一番いい立地ですよね。で、そので、一気動線、帰り動線、どっちもハイブリッドに対応してます。これ、実はここで道がストンと、場内に繋がってましてですね、こっちから見てみたら帰り動線じゃなくて行き動線なんですけど、こっちから見てみると国道になってるのも分かる通り、こっちもめちゃくちゃ車通りが多いところなんで、こっちの帰り動線を拾える。で、なんならこっちやったら無理やりこっちからこう入っても、この先のところにね、ここで繋がってるんで、入って帰っていけるんで、ここ実は、すげえ、立地としては羨ましいところですよね。いいな、多分、フランチャイズの経営をやったことがある人だったら、いいなーって思う場所です。ここいいよなーって思う場所です。うん。で、ここのファミリーマートもこっちの帰り動線のところにある。でしょ?っていう感じだったりするんで、で、こっち側のところに行くと、ここ行くとちょっとだいぶ先の方になってきちゃうんですけど、ここのところもセブンイレブンがこっち側に並んでたってるじゃないですか。これ、どっちも帰り動線だからなんですよ。特にここはインター出た帰り動線になってるんで、ここまだ一つ帰り動線として強くなるところですね。こっち側には立てない。まあ、郵便局とかでかい、物流のね、ところがあるっていうのもあるとは思うんですけど、っていうのがあって、ここのところに立ってる。こうなんかでも帰り動線を立ってません。まあ、ここら辺になってきたらね、反対側に作ってもそんなに関係ないかなって感じがしますけどね。っていう感じだったりするんですね。っていう感じで、なんでこうなったかっていうと、簡単な話で、覚えてる人いるかな?例えばね、ここら辺だったら、業務スーパーがあって、トリアンがあるでしょ?その先の駐車場のここ、なんかにも、昔は、コンビニあったんですよ。だけど、潰れちゃったんですよね。四日市の潰れた、閉店したコンビニを思い出してみてください。大体こっち動線じゃないかな。例外は国道1号線沿いの、ところにあった、サークル系の手前のところにあった、この辺りにあった、メガネ市場のところにあった、ところで、コンビニありましたけど、セブンイレブンだったっけな。まあまあ、こっち側に行きましたね。まあ、仮路線近い、より近いところの方に移動してたって感じなのかなって感じがしますよね。あ、違う。セブンイレブンが、ローソンに一瞬くら替えしたんだ。で、ローソンになってて、セブンイレブンがこっちに立ってのバチンコやったんですけどって感じだったりしますよね。で、これ流れとかもセブンイレブンこっち側に立ったりとかしとって。やっぱ残るところ仮路線になるっていうところが、コンビニが一番如実に店舗数が分かりやすいですよね。出ますよ。ということがあります。で、行くと、ここのミニストップなんかも典型ですよね。ザ・帰り動線の方ですもんね。とかっていうことでございます。で、いう、ことなんですよ。ですので、そこで行くと、実は、この、トリアンさんは、両方とも行き動線の方に作ってしまったんですよ。で、実は、もともとあった繁盛してた店っていうのは、これ、帰り動線の方になったんですよね。っていうのもあって、実は、帰りに、寄ってくときに、スッと入ってこれて、そのままスッと出れるんで、使い勝手が良かった。反対側に立ってるとね、ドミノピザなんかは反対側に立ってて成功してるのは、まあデリバリーがメインだったらそんな関係ないでしょうねっていうところと、あたりしますけど、うん。ここなんかでも実際買いに行くとちょっと出入りはしにくいですもんね。私の場合は、こっち側からスーッと抜けて、くるっと回ってとかってやります。ここら辺ってでも細い道ない。あんまおすすめはしないです。平川の方に出るんだったら、ここからこう出て、ここからこう出てるんですけど、ちょっと細いし、結構チャリンコも走ってくるし、たまにここの中のところをね、使ってね、抜け道にしようってする人もいるんですけど、めちゃくちゃ、危ないんで、ここめちゃくちゃ中、ガキどもって言ったらダメね、ちびっ子たちがね、ビャンビャンと走ってくる上に、全然カーブミラーがない、見通しの悪い交差点なんで、もう、あんまここは取り抜けはお勧めしないです。っていうところですね。うん。っていうところがあったりしますけど。っていう風にして、動線を見ていくと、こういった感じで、行き動線、帰り動線っていうのを見ると、そういう風になっていることが多いです。他はもうちょっと、行き動線、帰り動線、そういう風になっているか見てみましょうか。この辺りの市町村で、行き動線、帰り動線分かりやすい。一宮分かりやすいかな。うん。一宮も市街地がこっち側にあって、
多分コンビニ調べてみると、よいしょ。駅前とかはもう関係ないですよ。歩き動線になってくるんで。なんですけど、こっちの方とか見てみると、こんな感じで商店街からこっち側に行くところに立ってますよね。セブンイレブン。あ、ここのセブンイレブンも、こっちの帰り動線。こっちが中心街ですかね。で、ちょっと離れたところとかになってくると、この間引きなんかもそうですよね。うん。こんな感じで、あ、まあ、ここのセブンイレブンはそうか、反対側になるけど、一宮西、ここが、宮西八幡やろ？ここが今、スーパーマーケットカオスなことになってる、八幡でしょ？ここ春楽前で、チューチューがあって、っていうところで、こちらもそのまま、まあ、ここのセブンイレブンはあれですけど、お越し会はま、ちょっとあれかな、行きやすいかな。でも、こっち側もファミリーマートもね、こっち側にありますし。っていう感じで、ここなんかファミリーマートとかこう行って帰ってくる路線、帰ってくる路線。ここのミニストップが例外的に、これどこ？免除？あ、免除か。免除の、どこだ？一本松、待ってよ。ストリートで見たらピッとくるやろ。これ西終わり中古道の、先のとこですね。うん。まあ、こっち確かにアメリカにや。うん。まあ、ここなんかはあれですけど、まあ、駐車場が相当一言ってありますし、あ、そうか、こっち側からこうやって入れるような路線が残ってると、まだちょっと入りやすくて、生き残りやすいのかな、とかっていうのがあったりします。まあ、こんな感じで、もう圧倒的に、帰り路線の方のが流行るよ、というのは覚えておいてほしいです。結構、あ、ちょっと条件いいやん、あれなんでこんな立地でっていう風にね、なったところひょいって受けたらね、実はこれ行き動線になっておって、ただただ、入りにくくて、なんかお客さんが入らないとか、っていう風な感じになってきますぞ。ということでございますね。っていうところで行くと、この帰り動線で流行っとったところから行き動線でぽっと変わったところになったのが、ちょっと、大きく影響したのかなと思います。あ、ちなみに残ってる店舗、その近鉄四日市の中にあるんですけど、近鉄四日市の中のお店と、日永海洋のお店に関しては、まあそもそも行き動線も帰り動線もないし、でかいショッピングセンターと、もう駅ど真ん中の、駅直結の近鉄百貨店の中なんで、それは関係ないですよってことでございますね。っていうのがあったりしますね。行き動線とか移動線的にちょっと厳しかったのかなというところであります。で、そこで行くと、あとは立地のところの流れで行くと、ランチ需要という問題ですね。で、これに関しては松本街道店の方ですね。うん。多分、おそらくなんですけど、こっちの目の方に来た。こっちのね、四日市の、こっち側のお店、大関ハイトの方に入ってた店は、ある程度ランチ需要を広げてたんじゃないかなと思います。この辺りがわーっとオフィス街なんでね、オフィス街がわーってあると、結構その辺りにはランチで栄えるところが多いんですよ。まあそれこそ私がよく行ってるお店が、行ってたの方がいいかな。最近全然行けてないんで、この辺りとかにね、いろいろと細かいお店がいっぱいあるじゃないですか。ここのロロさんも前ですけどね、ここも中からのお店ができたりとかして、とかあったりしますけど、こんな感じでね、まあ、この辺りとかよく使ってたところですけど、この玉木さんね、大好きなお弁当屋さんだったりするんですけどね、こんな感じでわーってあるのは、ここら辺にオフィス街がわーってあるんですよね。ここのところに、市役、あ、これ、市役所じゃない、奥にあるのが市役所で、こっち側に、一番手前に見えるのが商工会議所で、ここが四日市、海岸。ですね。まあ、ここは、そんなに職員さんがわーっと働いてるっていうところじゃないですか。まあ、とはいえ、これだけでかい建物はそれなりにあるでしょ。で、こっち側に向かって行くと、商業オフィス街がね、諏訪町ビル、旧住友生命ビルさんとか、メディアスター生命ビルとか、いろいろとわーっと建ってるんで、オフィス街がわーっとあるんで、まあ、結構特にこの、意外と国一から分かると、こっち側の人たちはこっち側にわーっと買いに行く。一時国道を渡っていくのめんどくさいんでね、とかっていうところがあったりするんで、こっちの方とかにランチ需要がわーっと寄るんで、だから結構この辺りの昔ながらの時は食堂さんとかね、この辺りとかもずっと残ってますよね。っていうのは、あるのはそういったような流れがあったり、しますよ、というところでございますね。ということでございます。ですので、ランチ需要を狙うには基本的にオフィス街がいいんですよ。住宅街だとランチ需要があまり見込めなくて、
まあ、全く需要がないわけじゃないでしょ。あれね、奥様方がね、がね、集う、ね、お茶会するのにとかっていうので、喫茶店とかは結構流行ったりするんですけど、特にちょっといい感じの住宅街とかだとね、奥さんも昼からね、お茶会をしますよみたいな感じのところがあったりしますんで。なんですけど、そう、ランチ需要ってなると、お昼のお弁当需要とかってなってくると、圧倒的にオフィス街が有利になってくるというところなんですね。そこで行くとちょっと、あそこのところは、ランチ需要はちょっと厳しかったんじゃないかな。松本街道のところはね、という感じがします。そのあたりの需要が取れずに、そうするとじゃあディナー需要を取り込むしかない。モーニング需要を取り込むか、ランチ需要を取り組むか、ディナー需要を取り組むかっていうところで、最近モーニング需要にね、力を入れるよっていうところもちょっと増えてきてるんですけど、これね、結局、ディナー需要を、賄えるところがワンチャンあるのはランチ需要じゃなくて、どっちかというとモーニング需要っていうところがあったりするんですよね。で、いうところに行くと、ランチ需要が厳しいところで、じゃあディナー需要をどう広がって言ったら、一気動線側にあるし、駐車場一台しかないっていうところで、ダブルネックになってしまってるんですね。っていうことで、ちょっと厳しかったんじゃないかなっていうのがあるんじゃないかなと思います。で、もう一つはテナント代ですね。これは、私、いくらだったか知らないです。トリアンさんのところがいくらだったか知らないんですけど、これはちょっとコンサル、それこそ、あれ、カラオケ屋さんの時だったっけな、に結構経営コンサルとかやってるお客さんとかでね、おったりして、で、チラチラとね、話を聞かせてもらったことがあるんですけど、聞いたことあるのは、松本街道と生桑街道に同じ店を出しました。生桑街道っていうのは、飲食店の、生桑って書くところなんですけど、まあ、新聞がいいの人たちってもね、こっち側のちょっと離れたところの、こっち側にある、このとんかつ屋、生桑店があったりとかする、この通りの方ですね。ここが、この日永、八郷線ってなってるところなんですけど、ここが、生桑街道って呼ばれてます。で、ここのと、松本街道だと、これは本当かどうかわからないですよ。ちらっと聞いたことあるのは、テナント料は、こっちの方が3倍するよ。でも、売り上げはこっちの方が3倍いいよって。イクワの方のが3倍いいよっていうような話を聞いたことがあります。なので、ガゼン出すならイクワの方がいいよっていう話を聞いたことがあります。松本街道は、特に一気動線の方に作ってあると、わあ、外食店もコンビニも厳しいよねっていうところですね。生き残ってるところ、まあ、だからこっち側ってめちゃくちゃ店変わってるじゃない。銀の連のところも何回変わったか、ここ4回ぐらい変わってますよね。V ドラッグはまあね、ドラッグストアだからちょっとまた置いてというところもあるし、ああ、奥での駐車場も広いんでね。でしょ？で、来来軒さんもこっち側でしょ？まあ駐車場こっち側にもありますけどね。で、そばとさん、この辺りとか、大工できてるところですよ。で、古くからあるところっていうと、もう、唯一例外、うなぜぐらいでしょ。こっち側の方はね、餃子の王将があったり、あとは、丸亀製麺あったりとかね、いろいろとわーっとあったりしますけど、こっち側だと、まあ、万世のも昔からあるけど、まあ、ちょっとここは喫茶店で例外かな、っていうところですね。山椒肉料理店さんも、ここもそんな人がわーって入ってくるようなところではないですからね。ザ、高級な鉄板料理のお店でございますから。あとは何？ここに田所商店あるけど、ここはちょっとやっと落ち着いたか。昔はもうとにかく店がコロコロ変わるところでしたけどね。っていう感じで、なかなか難しいところなんですよね。で、いうところに行くと、まあ、うな瀬さんみたいにね、もう、がぜん、昔から、の老舗でね、人気のあるところ、とかでない限り結構なかなか、こっちの行き動線のところは苦労するんだよっていうところですね。まあ、あとは、でっかい駐車場持ってますからね、うなせさん。ここのとこ全部駐車場ですからね。よいしょっと、ありました。ああ、こう、ぐいと言ったらあかんね。ここにフェンスあって、ここにフェンスがあって、ここから徳商だもんな。これ、徳商の体育館だもんな。昔、徳商小学校出身ですからね。まだ、プールがこの辺りになったところですけどね、私がしょ、あ？え、違う、プールこっちだったよな。こっち側にあったよね。彼岸。通称彼岸ですからね。そう、彼岸のど真ん中に来ちゃったんですよね。そう。こっちが本。
懐かしいな、とかね、いうようなこととかありましたけど、っていうような感じだったりするんでな、この、やっぱ、ランチ需要を取り込むとかってなると、そのあたりが難しいっていうところだったりするのかなってなります。まあもちろん例外ありますよ。ここの蜂の足屋さんとかね、は、まあ、例外でもう、ランチ需要バカバカある。まあ、オフィスがちょっと近いっていうのもありますけど、それ以上にもう全国から人が来るね、有名店ですから、もうラーメンの有名店ね、ここの蜂の足屋さんと、あと、何、一動線にあって例外、波平さんか。寿司道場さんも例外になるのかな、新しくできたんですよね。前までは帰り道線がこっち側に立ってたんですけど、こっち側に店が大きくして移したんですけど、どうなるかなってところですけど、まあ、ここの場合はもう、ここまで来るとそこまで大渋滞するようなところにもなってないし、出入りはしやすくなりますんで、だいぶちょっと先の方まで行きますしね。まあ、正直、影響ないんじゃないかなという感じです。で、波平さんも、もう、例外オブ例外のところですね。もう、朝の、開店2時間前から、全国各地、岐阜とかね、大阪とかからね、人がわーってやってきて、開店2時間前から並んでっていう、人気店なんで、もう、こっち側にあろうが何だろうが、もう関係ねえってところでございますね。なんなら、そしてね、入って、来ると、もう、機能麻痺したんで、右折から混んでるときは右折で入らないでくださいみたいな張り紙がするぐらい、まあちょっとここが例外のところですね。とかっていうのがあったりします。っていう感じで、まあランチ需要もちょっと例えば難しかったってところがあるのかなってところがあります。逆にスーパー三振のね、その会の中に入ってるソリアンさんとかになってくると、それあたりとかもありますし、まあオフィス街のど真ん中になってくる近鉄百貨店のところとかも、まあね、全然需要ありますからねっていうところですね。で、あれでテナント代か、テナント代の話をそんな感じで高い、ところになってくる。ですので、その松本街道って結構飲食店を続けるにはなかなか厳しいって言われてるんですよね。実際あまり、生駒街道の方のが結構長持ちしますよね、どこのお店もっていう傾向があったりします。だから、そのチェーン店のそのお寿司屋さんがないっていうのもそれはあるかもしれませんね。ですから、ね、この辺りにあった寿司屋さんっていうと、寿司道場がこの辺りにあった。またない、この辺りか。この辺りに寿司道場があって、これも海底道線がありましたしね。で、寿司まんまさんもね、この辺りにあって、海底道線がありますからね。いや、その辺りはいいかもしれないから。逆に軌道線に作ったのが、こっちが、こっちじゃない、こっちの、ここの軌道線のところ、ん東京公園もちろん先だ。こっちだ。ここですね。の、行き路線に、あえて作ったところで言うと、ここが、デイサービスじゃなくて、こっちのその奥の、おかわり部ってなってます。ここのところが、今、銀の皿になってますけど、のところになってますけど、これはもうデリバリーのね、に特化した、ところですので、まあ、テイクアウトになんか安くなる、サービスとかも始めているんで、まあ、これが、その、お寿司屋さんの真向かいに作ったんでね、移転したんでね、なかなか挑戦できるはあるところではありますけど、まあまあまあ、こっちの方はね、どっちかというともうデリバリー、するのにっていう風なんで、別にこっち側の動線でもあんま関係ないのかなって感じがしますね。ここもよく店がコロコロ変わるのが有名なところですからね。っていうのは、多分、軌道線っていうのもあるのかなとは思います。例外ここか。ここの中の寺屋さんと、ここのココイチは、まあ、行き路線、帰り路線関係なくね、ずっと流行ってますよね。あ、熊猫飯店も人気ですもんね。っていうのが、ような感じで、ちょっと例外がある。まあ、こういうふうにして、ちょっと例外を探せるぐらいの、規模で、なかなかないですからね。っていうところだったりします。っていうところがあるんで、まあ、なかなかそのあたり、難しかったのかなというところですね。まあ、ポイントとしてはこんなあたり。ですから、まあ、これからね、四日市含めずともね、飲食店とかね、まあ、コンビニ、まあ、今、今回飲食店の話をしてますけど、飲食店のところっていう話をすると、なかなかこのあたりとかを抑えておかないと、ね、難しいのかなっていう感じがしますよね、っていう、ところがあります。逆に言うと、このあたりをしっかりと抑えておけば、安い、テナント代が、ね、安いところでも、うまいこと、やっていける放送がね、うまければ勝てるぜっていう簡単な業界じゃないですかね。もうどこも、基本的には生き残ってるところ、今生き残ってるところ、どこもね、そこそこちゃんとうまいところが揃ってますしっていうところはできますからね。っていうところなんで、なかなかそこで、ね、差別が難しいってなってくると、この辺りとかはしっかりと、まあ、守りじゃないですけどね、抑えておくっていうのも結構大事になってくるかなと思います。で、あとはね、ちなみにその、フランチャイズやってるところなんですけど、どこやってるかというと、三省物産さんっていうところやってるんですよね。物産。よいしょ。
さあ、ここね、三椒さんってところがやってますよっていうことで、実はここはもともと老舗の、鶏飯とか作ってるので有名なところなんですよ。で、鶏肉を結構してる、結構大手なさんのところで、四日市で、塩浜の方に本社があります。どこだったっけな。塩浜町だったっけ、あそこ。どこだったっけな。あ、そうね、塩浜の180ですね。そう、東京にもオフィスがあったりするぐらい、あちこちにあります。ところでございます。で、ですから、笑福亭って言ってピンとくる人いるかな。昔、鳥屋さんが入る前、日高海洋に鳥屋さんが入る前に、笑福亭っていう名前のブランドの鶏肉の弁当とか売ってるお店があったと思うんですよ。あれやってたのがもともと三椒さんで、そこを、要は大分唐揚げのブランドのところのフランチャイズ契約して、それの看板に書いたってだけなんですよね。ですので、大元のところはこの、もともとずっと卸してる三椒ブッソさんってところがやってるんで、ここもね、大きいところですかね。私も中、本社の中、寄らせてもらったことがあるんですけど、見学？あ、じゃあ、あれ仕事だ。ほぼほぼ見学みたいな仕事でしたけどね。臨時で、ちょっと、何回か、ちょっとちらっと行ってきてってことがあって、行ってきて、本来の担当の人に、オフィスは4階、オフィスは4階、4階にあるのって、感じでね、エレベーターで4階に行って、受付して、みたいな、こととか、ありましたね、っていう、感じでね、ちょっとね、本社の結構構造が結構特殊で、2階、3階が物流センターかなんか、加工工場とかになってたのかな、っていうね、ちょっとね、面白い、構造だったりするんですけど、っていうような感じの、ところで、そんな感じででっかい工場も持ってる、加工工場とかも持ってたりする、そういう非常に大きいところでございますので、四日市のあたりだったら、本当に、三椒さんといったら、有名なところになってきますんで、ですね、1店舗になりましたけど、そういった感じのね、事業的にはそんなに、ちゃんと大きいところがやってますんで、やっぱちょっとこっちに出してなんか厳しかったのかなって感じがしますんで、ですからね、また会議の手の方とかになんか作ってくれたら嬉しいなという感じがします。品川のね、海洋だとね、ちょっとなかなかね、小物いなべからだとね、なかなか行くのが大変なんでね、そのあたりとかもね、また新しいお店、また、再奮起、とかね、ちょっと期待しつつ、で、どうせ作るなら川島の先とか、あっちの方に作ってもいいのかなという気がしますんでね。そっちの方とかでね、ちょっと期待したいなと思いながら、ひとまずこういうような感じでした。こんな感じで一つのね、情報からね、いろいろとね、情報をね、導き出すこともできますね。よし、喋ったな、また。1時間喋ってんじゃん。っていうことなんで、今回はちょっとね、ぶつ切りにして出してたら、これ、キリがなくなっちゃうんで、もう1本に頑張って出して編集しますけど、っていう感じになってますんで、またね、よかったらね、こんな感じで、ポンとね、速報で入ったらこんな感じで出して、で、もう速報系も、4つ目のブランドで出します。今までちょっとサブチャンに分けてとかやってたんですけど、もう4つ目は4つ目で、こういったような BGM なしにやると、もう全部4つ目って感じで、地域情報でもまとめちゃうような形で、やっちゃおうと思ってますんで、どうかよろしくお願いいたしますと。それでちょっとメインチャンネルのね、させてる、メイン動画とちょっと喋るとかするような形にしていこうかなと思ってますんでね。で、これっていうのネタがなかったら、例の伊勢湾鉄道、どっちの祈り伊勢鉄切符で行く伊勢湾鉄道完全制覇の旅、長いね、あれのシリーズが、何もなかったらね、スポンとはまるように、予備で、ストックで作ってありますんで、そんな感じでね、やっていきたいなと思ってます。よろしくお願いいたしますという業務報告を最後に置いて、1時間を超えそうなんで、これで、1時間超えちゃった方がいいの？どっちがいいんだろうね。わかんないけどね。途中ちょっとカットするとこもあるだろうから、もうどうせ1時間いかねえから、いや、こんな感じで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。喉が痛い。喋 りすぎた。